サマータイム連打レイディオ。皆さんこんばんは。テレビアニメサマータイム連打、小舟牛尾役の永瀬杏奈です。皆さんこんばんは。小舟美代役の白洲佐穂です。この番組はテレビアニメサマータイム連打の魅力や最新情報をお伝えしていくラジオ番組です。ニヤニヤしちゃってるじゃん。ちょっとオープニングもう楽しくてなんか言っちゃってあ、いや前回はひずるさん、ひずる役の彦佐さんにねえ来ていただいて嬉しかったね。いっぱいお話聞けて、なんかもっともっともちろん聞きたかったんだけど、でもなんかこう私たちもね初めて聞くようなこう演じる時のこととかいろいろ聞けて、すごくいい回だった、とってもいい回だった。そう、3日後ですよ。何の日ですか、アンナちゃん、アンニャ。3日後は7月22日サマータイムレンダの季節じゃん。始まった日だよ。ねえ、もうでも暑いよ、ね、実際にこの日が来ちゃったんだから、ね、進めないかもしれないよね。本当だよね。ずっと新兵みたいに、そう、もうずっとやり直し続けるかもしれないから第9回来ないかもしれない、ね、やば、怖っ。今まではさ、こう人生で7月22日をそこまで、ね、ここまで気にしたことはなかったけど、今年のこの日はなんかすごい今までで一番だ、なんか、ね、ちょっと ドキドキしちゃう日だよね。ねえ、しちゃう日になりそうです ね。皆さんもぜひ楽しみにして、いろいろサマータイム連打活動を、やってください、ね、どんどんじゃんじゃんやってくださ ください。それではそろそろ参りましょう。サマータイム連打レイディオスタート。夏休みになったら一緒に海に行くらよ。改めましてテレビアニメサマータイム連打、小舟牛尾役の永瀬杏奈です。小舟美代役の白洲佐穂です。先ほどのセリフはラジオネームサーモンさんからいただいた、なんだったかな夏休みになったら一緒に海に行こうよを和歌山の言葉に直させていただきました。海行きたい。また夏かき氷、この間かき氷したけど、ね、かき氷だったから今度は海そうだね、海行きたいね。なんか夏デート感のあるセリフが続いてるね。本当だ ね。デートしたいよねみんな、ね、好き、秋になるのかな秋バージョンがあるかなあるのかなめっちゃ楽しみや ねこんな感じでこのめっちゃ標準語やなのコーナーには、牛尾またはミオに言ってほしい標準語のセリフを送ってきてください。さあここからはテレビアニメサマータイム連打の13話と14話を2人で振り返っていきます、はい。前回はあれですね、怒涛の12話が終わって、ね、バッて戻ってきたところ、そう戻ってきて、7月22日第5週目、5回目、結構ねだいぶだいぶ、ということは5回しんちゃんがさあの ねなってるってことだからね、痛い目をずっと見てきてるから本当に、いや かわいそうや、精神力が強い主人公です。そう、それであれですね、ひずるさん、ひずると根津の目の前に現れて、その4人であのしおりちゃんを倒そうっていう、じゅうさんはね、とこだったんだけど ね。そしたらね、まあびっくり、ひずるが窓からバシャンって飛び出てきて、そうよね、ひずる、えってなったもん。あんなにさ、ね、かっこよくさ、サクサク倒してたひずるさんがさ、ね、あのさ、かっこよかったじゃない、ドーンってしてさ、サクサク倒、え、もうこの調子でいっちゃえみたいな感じだった。そう。そしたら急に出てきて、話が違うじゃん。そう、四本腕もなんかでかい金槌、ハンマー、ハンマーで、ね、いなかったよね今までは。いなかったのにさ、またいるんだよあのでっかい黒いの。そう、そしたらなんとしおりちゃんはなんか新兵の位置が分かるようで、一緒にループしていってたっていういや旅行するんじゃないよみんなで、ね、本当だよ本当だよ、ニコニコじゃないんだよもうさ、え、こんなの、え、積みゲーじゃないですか。もうそうで、せっかくさこんなに積み重ねてループしてさ、ね、一つずつ一つずつ良くしてきたのにさ、なんなんあいつ、なんなん
でもそこで私がね、あの牛尾がすかさずスパッと髪で、あの新兵の首をチョンってやって、うん、またループしてって思ったら、なんとなんと過去ひずるさんの学生時代に戻りまして、ね、ここから龍之介さんとひずるさんのことについてね、うん、しっかり触れられていくんですね。そう、それが14話なんですね。ね、ね、そう、ハイネとひずるさんは実は面識がね、たびたびちょっとセリフ的にも、あ、面識あるのかなみたいなのはあったけど、うん、ね、実はね、あの学生時代の可愛いよね、ひずるさんも。ひずるも可愛い、ハイネも可愛い。ハイネめちゃくちゃ可愛い。今のさ、やっぱり今まで見てきたハイネとはまた違うハイネに見えちゃうよね。そうそう、ちょっと感じが全然、空気も違って。そうなんです。いや、なんか個人的にはなんだけど、うん、あのひずるの学生時代のこのボブ、うん、ショート、ショートじゃないけどミディアム、うんうん、ぐらいのあの髪型がすっごい好きっていう。今よりも表情も結構さ出てない、なんかちょっと出てるよね。あさこさんとかもね、若かったりして。そう、龍之介くんもいるし。そうなのよ。そうそう、そうなのよ。でもハイネがさ、なんかちょっとお腹すいたとかってすごい苦しそうだったりするとこに、なんかひずるがギュッて抱擁してあげたりして、ね、そのまま二人でお菓子食べて、もう廃墟でピクニックしてほしかった、ね。食べちゃいけないものを食べてるとこ見たよね。なんかね、もうさ、このままなんかちょっとハッピーな方向で行ってもいい気がするのに。好きな駄菓子選手権とかの2人の見たかった。楽しそうだよね、うん、ね。そしたらあれだよね、龍之介くんがそのひずるを探しに山にやってきたら、ね、ハイネが、ハイネの様子がちょっとおかしく、そう、そっからね、ちょっとひずるさんの龍之介っていうとことかね、はあ、しんどかった。きっとね、見た人も同じ。そう、みんなしんどいと思ってる。絶句したんじゃないかな、うん、そのリアルタイムで見てたりしてたら。それでまた7月22日に戻ってきた、現代の現実の7月22日に戻り、ここからも好きなんですよ私、うん、体育館にみんなで集まるところ。なんか今までこの全員が一緒の場所にこうガッて集まることなかったじゃない。なかったしね、全員その牛尾によってその記憶を共有して、うん、やっとみんながこうしんちゃんが持ってるとか、うん、この今の現状知れたというか、うん、あって。そうなんだよ、なんかよかったし、うん、戸村さんはさ、唯一さ、なんかいろいろか、なんかそこまでさ、みんなを抱えてるけど、うん、ね、影について抱えてないからこその温度感とかも、うん、なんかね、かね、戸村さんがいる、その、うん、なんだろう、安心感、うん、その、一応ピリピリはしてるんだけど、うん、戸村さんがいることによって、普通の人の反応なの。そう、そう、なんか我々の代弁をしてくれているから、うん、そう、すごい頼もしい。そう、でもかっこいいところね。やっぱかっこいいですから。やっぱり推しの、そう、推し語りは強いね。推しはやっぱいいですよ。やっぱいいんだね。わかる、わかるよ。わかるわ。あと、牛尾のね、あのみんなをやっぱさ、ちょっとさ、説得する時のさ、あの好きな人もね、なんか文句あるの、そう、なんか好き、なんか文句あんのかって、ね。そう、やっぱり新兵が好きなんだもん、うん、やっぱりね、好きな人の味方はしたいよ、うんうん、なんかそこももういいなって思って、みよも、ね、私もってね、ね、いつもちょっとその後何が言いたかったのかな、ね、もう終わりかな、何が言いたかったのかな。そう、ね、いや、もうみんなでさ、頑張るぞ、おー、うん、みたいな、 あれってなったら、えここは一体この場所はここはになりました ね、 ね、戻ってきてるという気になるところで、ま、今何回戻ったね。もう戻りすぎてね、もう回数も分かんなくなってくるよ。しかもさ、あんなさ、もうさあ行くぞみんなで、うん、頑張るぞ、おーでさ、おーってなったのに、あるね。あんな気持ちいいとこで終わって戻すって、田中先生やばくない？こんな気持ちいいところで戻してくるって。そうだよ、もうね、そう、そっからの、こっからのまた15話がね、15話は本当にすごいよ、ね、うん、もう大変でしたから。そう、もう大変だったし、いや、現場もすごかったし、すごかった、すごかった、本当に。あの日はスタッフの皆さんもちょっとね、15話はね、すごいことになってるよって言ってらしたのでね、もう収録も結構押して、押しに、今までで、ね、
本当めちゃくちゃ美味しくて、うん、それぐらいそれぞれのところにすごいこだわりながら、うん、そうなのさ、もうぜひみんな見てください見てください見てくださいという感じで、13、14話を振り返ってみました。今週放送の15話もお楽しみに。それではここからは番組宛に届いたメッセージをご紹介していきます。 お願いします、はい。ラジオネームポンタさんからいただきました。ありがとうございます。アンニャ、サホマル、こんばんは。こんばんは。ラジオ毎回楽しく聞かせていただいております。アニメに出てくる食べ物の描写がどれも美味しそうで、中でもカレーが特に美味しそうで、いつも見ているとお腹が空いてしまいます。お二人はどんなカレーが好きですか？またカレーライス、カレーパン、カレーうどんだったらどれが好きですか、という質問でした。カレー、私給食のカレーが一番好き。あれね、豚肉のとろっとした甘いやつの、あの給食のカレーに勝てん。全然勝てん。ちょっとわかる。なんかその出たな甘口とか、うん、いやすごい夢があるし美味しいよね。美味しい。なんかやっぱすり込みかな。もうね、小さい頃からそう脳に入れられちゃってるからね。すり込みがある。なんかこのカレーが一番好きだみたいなの、あのね、うん、インドカレーが好き。お、私あんまり食べたことないかも。ほんと？なんかね、インドカレーはね、スパイス、うん、スパイスがわーって入ってて、うん、その日本のカレーは割と甘くて美味しいなみたいな、蜂蜜リンゴみたいな感じみたいな感じなんだけど、あのね、インドカレーはなんかスパイス、スパイス、スパイスみたいな、もう食べた瞬間いろんなスパイスを体で感じれる。そう、しかもね、鼻に抜ける香りとかハーブの香りとかがね、すごくね、うん、気持ちよくてね、うん、なんかね、なんとかなんとか。あ、しかもそれこそじゃあなんだ、うん、一番合うのはうどんとかね、いろいろあったけど、そう、うどん、パン、ライスって。え、ちなみにご飯とパンと麺派、どれ派？いや、ライスかな。ライス、やっぱり日本人のね。かもしれんな。血が騒いちゃってるよね。全部好きだけどね。全部好きだけど、うん、米が圧倒的かも私は。ナン？私はね、そうだね、なんかもなんかやっぱナンってパンとね、ちょっとね違うっていうか、あのパリパリで、うん、カリカリで中身あんまないように思えて、うん、食べてみると意外にあるみたいな。全然こんなの余裕で食べれるわと思ってたら、意外にちょっと、ね、あ、お腹いっぱいになってきたなみたいな。そう、でもね、めっちゃ美味しいんだよね。いろんなのもあるもんね、味もね、いろいろある。チーズナンとか美味しい。あ、美味しそう。チーズナンは好き。蜂蜜とかね、美味しいんですよ。新町のカレーはさ、あのレシピも忠実に出てくるじゃない、うんうん、あのあれは何にも合うのかな。ピーマンとか入ってるよね。ね、どうなんだろう、食べてみたいな。美味しそうね。美味しそうだし、私あれなんですよ、うん、なんか収録の時に風の噂で、うん、なんか新町のカレー商品化するかもみたいなの、なんかね、風の噂で聞いて、あ、私も聞いた。本当？そう、なんか、ね、食べたいんだよね、めちゃくちゃ。それ予定ではありますみたいに聞いたから。ラジオとかいないから、ね、持ってきてくれて実食しますみたいに。実食ないかな。そう、もうペロっていっちゃう。もう急に ASMR みたいになっちゃってとかね。いや、食べたい。食べたいよね。ダメだよね、こんな話をラジオにしてるとすっごいお腹空いてくる。わかる。じゃあ次のお便り、ありがとうございました。ありがとうございました。ラジオネームりょうさんからいただきました。ありがとうございます。永瀬さん、白洲さん、こんばんは。こんばんは。アニメサマータイムレンダーめっちゃおもろいですね。やった、やった。毎週いいところでエンディングに入ってしまうので、うん、毎週木曜日が来るのが待ち遠しいです。また最近公式アプリのスタンプラリーをコンプリートしてきました。すごい、すごい。友ヶ島かっこ人ヶ島散策はなかなか高低差があり大変でしたが、うん、とても楽しかったです。加賀の街並みもアニメで見た風景がいくつもありびっくりしました。私は和歌山紀南地方に住んでいて、よく使う言葉なんですが、和歌山弁のその荷物一緒に下げてよの下げての意味、お二人は分かりますか？下げて？下げて分かる。この下げる、すごい、あの私はめっちゃ分かるんだ。多分ね、下げる？使ってる意味が合ってれば、うん、荷物を下げる？うん、下げる？うん、うん、下げる？下っていう感じだよね、上下の。あ、ひらがなでくれてはいるんだけど、ひらがな、あんなちゃん的にはその上下、そう、上下下げる、下に下ろす、下に下げるの、上げるとか、これじゃないのかな。私は多分、もしかしたらさ、いや違うかもしれない、違いますよ、スラスさんってなるかもしれないんだけど、うん、下げては、あの、なんだろう、もう
このご飯下げといてとか、なんて言うの、この下げるって言ってるんだよね。え、下げるあれってでもその下げるなら私も使うよ。あ、そのあれ、あ、このお皿下げてもらって大丈夫ですとかって。そうそう、この荷物一緒に下げてよって。え、この荷物一緒に下げてよって。え、この荷物を一緒に持ってってよみたいな話。え違うのどっちでも使うかも。あ、そういうこと。この荷物一緒に下げて行ってよって、あのおじいちゃんとかお父さんとかにこの荷物一緒に下げてよって、あの持ってよっていう意味で使うのと、また普通にそのこれを持ってってでくださいの意味と、どっちもんで使ってたけど、和歌山弁はもしかして下げ持ってよっていう意味では使わない？え、下げてよ。え、どう使うんだろう。ポーチ下げてるとか、なんか言わない。あ、それカバンを下げるとかならあるかも。え、和歌山弁じゃない？わかんないぞ、ちょっとやだやだ、すごい、ちょっとやばい。下げての意味の答えよ。やだ、答えよ。あ、わか、調べてくださってたみたいなんですが、おや、下げる、上げる、持ち上げる。え？この机を持ち上げてください。え？え？下げるって上げるなの？知らない。その他の話知らない。答えとは？真意は？その荷物一緒に下げてよだと上げてってことなんだ。え？荷物上げてくださいって。え、荷物上げるってどういうこと？え、物理的に上げるってこと？あ、でも持つって意味で合ってるのかな、その下げる。そういうこと？違うのかな。ただ上げるだけ？ただ上げるだけ。ヨウさん答えを、すいません、ちょっと今わかんない、練習お持ちしてます。あれだね、今度田中先生にも聞いてみよう。聞いてみようか。聞いてみようか。う、ね、ありがとうございます。伊藤流みんなもちょっと調べてみてください。でもそのすごいさ、あの行ってきてくださった写真とかを、うん、あのメールに一緒に添付してくださって、添付してくださって印刷していただいたんですけど、うん、街並みとか ね観光協会とか、うん、私たちも行きましたね。ここ行ったね。行きました。ここでお土産買ったよね。買った、めちゃくちゃ買ったし、ね、すごい買ったし、ここでサインした しましたね。懐かしい、楽しかったな、ね、また行きたいです ねたくさんのお便りありがとうございました。それではここで1曲お聴きいただきましょう。テレビアニメサマータイム連打セカンドオープニングテーマ、あさかさんで夏夢ノイジー。ここからはこちらのコーナーをお届けします。リターン722。リスナーの皆さんから過去に戻ってやり直したくなるくらいの恥ずかしい失敗談を送ってもらい、私たち2人が協力してそのリスナーさんがポジティブに考えられるように心の傷を慰めるコーナーです。うまく心の傷を慰められなかったら、新平のように7月22日に戻ってしまうかもしれません。今まで私たち、
いついつ紹介できてるよ。すごい忙しかったから、ね、いっぱいしゃべりたいこといっぱいあったから、まだ一通しか読めてないから、ね、今日はね、なんちゅうかな、なんちゅうかしら、読んでいきますよ。お願いします。ラジオネームお茶っぱさんからいただきました。ありがとうございます。先日ラーメン屋さんに行って味噌ラーメンを頼みました。机の上に置いてあるセルフサービスの七味唐辛子を手に取り、ラーメンの上にかけようとしたら容器の蓋が緩かったらしく、ラーメンの上に大量の七味がどさ。幸い店主の方は見ていなかったようなのですが、周りのお客さんのあーあいつやったなぁという目線が痛かったし、七味ラーメンを食べて口の中も痛かったし、心身ともにダメージを負いました。どうか慰めてはもらえないでしょうか。えーかわいそう。うわ七味か辛いな。辛党じゃなかったんだねきっと ね、 そうだね。これを見る限りなんか味噌ラーメンもさ、もともと味がとってもしっかりしているから、うん、確かに味噌ラーメンって七味そもそもそんなにねめちゃくちゃ入れ、そうめっちゃ入れるものでもないからさ、ねパラパラくらいのね。そういやそこにドボンって行っちゃったのはな。あでもアニメキャラだよ。えこの人やっぱりなかなかドサーなんてなかなかやらないけど、アニメとか漫画とかではやっぱり見たことある気がするの。ということはお茶っぱさんはもう二次元に行ける人なの。あそれは二次元行けるかもしれない。そうだよね。もう主人公だよ。そうだよね。なんかそういうさ、うんまあ、ヒロインヒーローにしろ、うん、あのとってもキャラが立っていて私はとっても好きなんだけど、ね、そうだからもうヒロインとかが、うん、そろそろ降ってくるかもしれない。かもしれない、ね、ほんとさね、やるから空から空から降ってくるか、家に帰ったらなぜかいるか、あ、ね、横で頭振ってるかもしれない。それでは1通目参りましょう、うん、お願いします。はい、ラジオネームホイミンさんからいただきました。ありがとうございます。学生時代卒業アルバムの個人写真を撮るときに、うん、僕は友達とふざけて変顔をしようという話になりました、うん、写真撮影当日僕は何度カメラマンに注意されようとも変顔をし続け、諦めたカメラマンにじゃあこれで行くからねと変顔を写真に収めてもらいました。その後友達の撮影も終わり、僕は友達にちゃんと変顔したかと聞くと、うんと歯切れの悪い返事が。そして卒業後出来上がった卒業アルバムを見てみると、なんと友達は普通の顔で写っているのです。問い詰めてみるとカメラマンに注意されたら途端に恥ずかしくなっちゃって、うん、とのこと。クラス写真の中で唯一変顔をしている恥ずかしい僕をどうにか慰めてはもらえないでしょうかというわけです。わー5つ目だからね、丁寧に行こう丁寧に行こ う, 丁寧に行こう 2つ目だからまだ、ね、ちょっとここはね失敗できないな。丁寧に行こう。うーんでも目立つけどね。そ う, もうみんなの記憶残るけどね。うんとっても、ね、卒業アルバム30年後とか見てもあれこれ何々くん、あ、いたなこの、うん、すごいお調子、お調子者ってあれかな。記憶にちゃんと残るってことが大事、うん、やっぱりさ、そのなんか興味ないとかさ、うん、別に何でもない子とか普通に普通の子だったみたいな感じだったら、ね、まあまあ一般人普通の人って捉えられるだけだけど、記憶もどんどんね年を取れるにつれて薄れていっちゃうから、そうそうこういうもう注意されてもやめなかったのね。ね。いやそこ度胸はあるっていうか。そこすごいよね。まあ、でもそのさ変顔の、ね、うん、アクセントアクセントとしてその彼女の。そう彼女か彼のね。彼かな彼女かなわかんないけど。卒業写真のアクセントだ。そうやっぱりねそれは必要だと思うよ。そうだよね。だからもうむしろ同窓会とかね10年後とか、うん、俺あの覚えてないこれこれみたいな、そう、ね、そう目印になるもんね。なるしこうなんか面接とかこれから先の飲み会とかでもね、そうそうもう全然一発のお話で ね話の話題になるしね。やばいまた降ってるかも、ね、なんか影が見えるかも。あいいよね。大丈夫だった。リターン722のはずだったんですけど、今日もなんかちょっと時間がないみたいで、ね、なかなかリターン722のコーナーができないですね。よね。あれまだ今までこのコーナーっていつしかやってない。なんでおかしいおかしいよ何これ。今日なんかスタッフさんがねすごい反射して首を振る、そ
ような気がしたんだけど、そう思った思った、ね、どうしてガラスの向こう側をみんな、私は何を見えてるんだろう、ふさふさの影なのかな、ね、怖い、ちょっと私ら警戒しなきゃ、そうだよね、じゃあちょっと2通目に向けてね、頑張ろうね、記念すべき2通目に向けて皆さんいっぱい送ってくださると、送ってきてください、嬉しいです。サマータイム連打レイディオ、ここからはテレビアニメサマータイム連打の最新情報をお伝えしたいと思います。7月より2クール目に突入しました。セカンドオープニングテーマは朝香さんの夏夢ノイジー、セカンドエンディングテーマはリリアさんの失恋ソングたくさん聞いて泣いてばかりの私はもうです。本編に合わせてオープニングとエンディングもお楽しみください。続いては和歌山でおなじみのアイスグリーンソフトとのコラボ情報。サマータイム連打コラボパッケージ版のグリーンソフトが現在発売中です。数量限定の販売となり、なくなり次第終了いたします。販売店舗など詳細は公式ホームページをご確認ください。最後にテレビアニメサマータイム連打は第14話まで放送中。東京 MXBS11 は毎週木曜日24時から、関西テレビは毎週木曜日26時55分から、九州朝日放送は毎週水曜日25時40分から放送です。ディズニープラスや TVer で配信でもご覧いただけます。本日18時には公式サイトや公式 Twitter で第15話のあらすじや先行場面カットも公開されました。公式サイトにはグッズ情報もありますよ、ぜひチェックしてください。サマータイム連打レイディオ、サマータイム連打レイディオ、サマータイム連打レイディオ、お送りしてきましたサマータイム連打レイディオ、お別れのお時間が来てしまいました。なんか曲に合わせて声高くしてるこの番組では皆さんからのメールをお待ちしております。メールアドレスは str@joqr.net str@joqr.net です。私たちへの質問やアニメの感想などリスナーさんからのお便りをお待ちしております。はい、待ってるよ、待ってます。ということで第8回放送でしたね。ていうかね、今ちょっとねエンディングにやられすぎて今ねもうね泣きそう泣きそうだよ、もう後ろのね気持ちを考えて作られた曲ということで、ね、もうね、新しいオープニングとエンディングの曲も映像もめちゃくちゃいいです ね素敵ですよこれは。いやファーストも良かったですけど、本当にもうね、なんかどこのお話を撮っても、うん、ちょっと泣きそう、なんかねなんかね本編からの流れで、ね、そのオープニングを見たりとか、うん、エンディングを見るとね、うん、感動しちゃってね、わかるよ本当にね、みんなこれからの話も見てほしい、ここからね、本当15話からもう、ね、とんでもないスピードでいろんなことがね、そうなの、進んでいきますから、ね、絶対にお見逃しなく、お見逃しなく、あとはね、感想とかも ねやっぱりいっぱいあると思うからさ、そのテンションのまま送ってきてくれたら嬉しいな、嬉しいですということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手は小舟牛尾役の永瀬杏奈と小舟美代役の白須沙穂でした。バイバイ、揃いになってきた。